いいところに。ねえ、今って時間ある？少しあなたと話したい気分なんだけど。そう、よかった。あ、そうなんだ。じゃあいいタイミングだったのね。わがままの押し付け合いね。でも最近は少し意識が変わったかな。相手をちゃんと見ることかもしれないってなんとなく思うようになったの。そう。上辺だけじゃなくてね。嘘移行かな。へえ、私らしいね。いつもそういう目で見られてるんだ。それならあなたは差し詰め、お金、年上の女性、手当たり次第。冗談よ、冗談。音楽の魅力ね。聴いた人の感性や経験次第で見えるものが違うところとか素敵よね。そう？シンプルに答えたつもりだけど。考えてるでしょう。雰囲気でわかるわよ。正直に頭の中を口にしてみなさい。何か言いかけてたくせに。5 4 3 2 1。どうぞ。どうぞ。どうぞ。何度も言わせないで。
だなら私からするわよ。じゃあ、はい。かかったわね。その顔。そんなに良かった？素直でよろしい。じゃあ、私そろそろ行くわ。私、もう行かなきゃいけないから。え？ううん、いいけど。でも私にも用事があるから。気持ちは嬉しいわ。私ももう少し一緒にいたいし。だからまた後で。いいところに。ねえ、今って時間ある？少しあなたと話したい気分なんだけど。そう、よかった。あ、そうなんだ。じゃあいいタイミングだったのね。
そういえば、これから忙しく、クリスマスが終われば冬休みか。あなたは何か予定あるの？そっか、もう今年も終わりなんだね。知らない。さ、それじゃあ私は教室に戻るわね。またね。あら、どうかしたの？え？私、自分の手帳ならちゃんと持ってるわよ。ほら。ね？そうでしょうね。じゃあ、これは私の方で預かっておくわ。それじゃあね。
けてたから。ええ、私のカバンにいかがわしいことをしてたから叱ろうと思って。ええ、それはもう。それは簡単。今日は折り入ってお願いがあるからよ。そう、お願い。断れると思ってるの？ねえ、私の唇を奪って。けど、違う。奪うところに意味があるのよ。いいから早く。そうね。頑張ってみるから。ありがとう。私、あなたと知り合えてよかった。それじゃあまた。ニーニー、顔がデレデレしてるけど、何かあったの？